マーティンズビルスピードウェイはバージニア州のマーティンズビル市の南リジウェイにあるオーバルトラック一周0.526マイル観客席数は6万5000席そのタイトなコース形状からペーパークリップの愛称で呼ばれる1947年製作の非常に古いトラックで1948年にナスカーで使用開始翌年には 年間6戦を行うほどになっている。マーティンズビルの市街地からわずか3マイルのところにトラックがあり、一番身近なトラックであると言える。2009年シーズンは、スプリントカップとキャンピングワールドトラックシリーズが4月と11月の2回開催。ネーションワイドシリーズは1995年からカレンダーを外れている2006年に特別開催された。 短いと言われるブリストルよりさらに短い0.526マイルという長さはスプリントカップシリーズ最短でターンバンクが12度しかないことからナスカーク氏の低速トラックである。トラックレコードこそ周回平均100マイルパワーを超えているが例年は平均90マイルパワー後半最高速度120マイルパワー弱である。 他にスプリントカップ開催トラックで周回平均100マイルに満たないのはロードコースである。そのままレースウェイのみであり、性格としてはロードコースのストレートとヘアピンが交互に訪れる感覚である。また、ストレートとターンのアウト側はアスファルト、ターンのイン側だけコンクリートという複合サーフェイスのためセッティングは難しいものとなる。 フルコースコーションが起こった際のピットインは燃料補給やタイヤの交換というよりはセッティングを調整するためピットインという側面も強いシリーズ屈指のハードブレーキトラックのため右フロントタイヤに大きな荷重がかかりこれをバーストさせるマシンが続出する大抵の場合フルコースコーションでリードが長消しにされてしまうためいかに最後の10から20周に向けて マシンを調整し、最後のリスタート前に上位につけ、フィニッシュに向けスパートするかという頭脳プレーが要求される。ピットレーン入り口はターン3入り口だが、ターン4からすでにピットボックスが用意され、ターン2の途中まで続く。そのため序盤と終盤を指定するチームは、ピットボックスがカーブ途中という難しい場所になる。ありがとうございます。